これより加納投資さん20周年記念公演記者発表を始めさせていただきます。私は司会を務めますバラゾンゆり子です。姉は蘭子です。よろしくお願いします。それではまずは加納とおっさん、そして今回もご出演の大女優五列根由美さんのご登場です。どうぞ。まずは加納とおっさんからご挨拶がございます。皆様、本日は私たちのためにお集まりいただきましてありがとうございます。はい、皆さん、ありがとうございます。20周年記念公演ということでこんなに集まっていただいて嬉しいです。今日は何でも答えますのでよろしくお願いします。本日は加納とおっさん20周年では、これより記者の皆様からの質問をお受けいたします。皆様、社名とお名前を名乗ってからご質問をどうぞ。それではどうぞ。では後列のダンサブルな女性。はい、週刊芝居狂いの阿部です。まずは20周年おめでとうございます。率直にですね、この20年を振り返って今の心境をお聞かせいただけますか。年取ったなって感じです。あ、はい、20周年なんで、まあ、すごい長いことやってきたなって感じはしてます。はい、まあ、でもこの先もまだ20年をできるなって感じてるんで、はい、よろしくお願いします。では次のご質問どうぞ。はい、ではそちらのアングラからコメディまでこなしそうな女性。演劇論理者の野々です。これまで加納とおっさんの舞台には数々の俳優が出演されてきたと思うんですけども、正直こいつないなと思う俳優を教えてください。川口仁さんですね。ああ、それはなぜですか。若い女優が大好きですね。あと浜辺川治さんですね。ああ、なぜですか。すごく自分がモテると思ってる。肌が達成ですね。ありがとうございます。よろしければ有田さんの方も。あ、はい、桐山康則さんですかね。はい、なぜですか。まあ、ちょっと健康に気を使ってはるのはいいんですけども、それが行き過ぎてるっていうところですかね。はい、まあまあ体壊しすぎてめったに稽古に来れないですし、体のツボを押すためのロイヒツボ孔っていうのが、彼が稽古した後には床に散らばっている。ロイヒツボ孔、ロイヒツボ孔です。はい、で、それのジェネリックを使ってあります。ジェネリックを使ってあります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では次のご質問どうぞ。ではそちらのヒロイン気取りの女。はい、演劇タイムズの藤井と申します。加納とおっさんのライバル劇団はどこでしょうか。劇団パッチです。劇団パッチ、パッチです。はい、パッチ、パッチ、そうですね。はい、ビジュアル的にだいぶ被ってるのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、次のご質問どうぞ。ではそちらのロイが見えている男性。ウェブ千葉市貝原版の桐山です。すみません、この公演 G20 大阪サミット直前の公演になりますが、サミットへの影響は考えられたんですかね。あ、いや、あんま意識してなかったですけどね。そうですね、トランプとはマブダチなので、こっちの公演も来てくれるんじゃないかなというふうに思っています。では次のご質問どうぞ。はい、では前日のとにかく若い女。はい、週刊美人の中上久美です。今回私の友人がこの作品に出演しているんですけども、チラシの裏に書かれているあらすじと本編が全く違うとのことなんですけども、そのことに、ここカットで、ここカットでお願いします。よくあることでしょ、よくあることでしょ。もう大きなところでもよくあることなのよ。そういうのは言わない。では次の質問どうぞ。はい、では前列の芸達者そうな男性。バンカースポーツの川口と申します。20周年おめでとうございます。この度ですね、ちょっと噂を耳にしまして、出演者である五列根由美さんと、出演者である桐山康則さんにちょっと不仲説があるということをお聞きしたんですが、実際のところどうなんでしょうか。不仲っていうほどでは全然ないんですけど、まあ、なんて言ったらいいのかな、さっき有北さんもおっしゃってたんですけど、すごい健康に気を使われてるんですね。で、最近はなくなったんですけど、飲みに行くと一番最初に熱燗頼まれるんです。あの人、熱燗で体を温めた方がいいって言うんです。でもみんな止めてるんですよ。そんなはずはないから、
そんな強いのを最初に行くんじゃなくて、もうちょっとそう体を温めるにしても他の方法があるだろうということを共演するたびに、飲みに行くたびに我々言ってたんです。そうです、そうです。でも、彼ビールに変えたほんの数ヶ月前なんですよ。この公演が始まって見たらビール飲んでて、そしたらこっちの方が体調いいですわとか言って、だからダメなんだっていう話を。これ全然悪くなかったと思いますよ。全然もう正しいこと言ってましたから。次はそうですよ、ね、ほんまに、ほんまに正しいこと言ってた。じゃあ、全然悪くない、全然悪くないです。悪くないです、悪くないです。ではそちらの不思議少年。すいません、小鳥テレビの前と申します。よろしくお願いします。これつねさんに質問なんですけれども、最近綺麗になったとネットでも評判なんですが、何か熱愛中のお相手なんかいらっしゃったりするんでしょうか？あの綺麗になったって皆さんに言っていただけるのはすごい嬉しいんでありがとうございます。いやでも熱愛とかではないというか、まあ、今回の公演がちょっとご縁になるかもしれないなって私今ちょっと思ってます。差し支えなければお名前よろしいでしょうか？どれ？いや、僕もあまり知らないし。いや、もう、教えて教えて。前、勝人さん、マイクは、はいはいはい、と、あと、岩田直也さんが、うん、あれもしかして私のこと好きかなっていう瞬間が結構こういうあの稽古中にあるんで、もしかしたらって思うのは思ってます。マイクいや、マイクツイッター見ました。ツイッターに書いてるんですけど、はい、すごい私と今回共演2回目になるんですけど、はい、またご一緒できて嬉しいですっていうことをすごい公にも言われてるし、岩田くんはなんか私ともう喋れなくなっちゃうみたいで、こう近づいていくともうそれだけで壁際に寄っちゃうんですよ。なんか可愛いなって思って、やっぱすごい意識されてるんだなっていうのがやっぱり今回の活力にもなってますね。なるほど、ありがとうございます。皆さんすみません、今の質問なしでお願いします。正解なしでお願いします。なんで事実無根です。今の本当だって。お二人正直私言い寄られてます。ちょっと待ってよ。どういうこと？お二人とも気がつけば隣にいるんですよね。で、すごく私に何か視線をすごい熱い視線感じる。違います、違います。二人が気になるのは私です。違いうこと。毎晩毎晩 LINE が来るんです。それは業務連絡でしょ。 LINE が来るんですよ。 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 LINE が来るんですよ。